竹内さんの思う藤浪選手のコントロールが安定すると思う方法を教えていただけませんでしょうか。まあ藤浪くん、まあいろいろありますよ。まあでも藤浪選手がコントロール良くないって時は、大体すっぽ抜けじゃないですか。振り遅れなんですよ、基本。あってなっちゃう時って振り遅れなんですよ。振り遅れて、右バッターの方にピョンって投げちゃうっていう。引っ掛けてるうちはまだいいんですよ、ガーンつって。でも、これが出ちゃうんで、振り遅れが。ボールがまだ来てないのに、腕を振っちゃってるから、ヒャーンって外に飛び出してね、右バッターの頭の方飛んでっちゃうから、振り遅れはやっぱこう、体を反ることで起きるんで、基本的にさ、こう、投げるときにさ、こうなってると絶対振り遅れんだよ。藤浪くんは少し、もうこれはね、だから俺が正解じゃないですよ。俺が思うことですよ。俺が思うことは、少し、もうこう背筋を伸ばしすぎなのよ。投げるときずっとこう背筋を伸ばしすぎない。背筋を伸ばすと腕って後ろ行かない上に投げようとしたときに外れて振り遅れるんですよ。でもそれがこうなってたらもう振り遅れないじゃないですか。だからね、藤浪君は基本ちょっと、はい、腰をちょっとこう曲げて、はい、ちょっと前傾ぐらいでドンですよ。もうこれだけでいい。もう前傾キープできてりゃ、そんなにおかしいこと起きないから。はい。姿勢良くしないことです。彼は。ちょっと猫背にするっていう。それ誰かな？なんかこう、体の機能的に結構当たり前のことなんだね。誰も言う人いないだろうな。俺が多分、藤浪くんに体の使い方は教えられませんか？みたいなオファーを受けたら、とにかく、ちょっと前傾させて、猫背にさして、ひたすらボールを、猫背の状態でバーンっていうキャッチボールをひたすらさせると思いますね。あざそうと。難しいよね。でもね、そういう、ああいう本当にコントロールが必要な競技をやるって、そんな難しいのよ、皆さん。分かってあげて。そんな簡単なことじゃないから。俺がそんなこと言ってたって、それをやって、動きが安定したってコントロールできないのがさ、プロのさ、打ってやろうと思ってる人たちのさ、ところにいい球投げて打ち取り続けるって、まあ難しいのよ。俺メジャー行っちゃえばいいと思う、逆に。多少コントロール荒れても、文句言われない国に行くのがいいんじゃないのかなって俺は結構思うけど。沢村投手とかも結構アメリカではいいじゃん。だけど日本だとさ、ノーコンとか言われ出すから、そういうなんか、あいつストライク入んねえよとか、待て待てとか言われるからさ、見てりゃフォアボールだからとかなると、結構、うって思うことがあって、ストライク入れなきゃってなると腕振れなくなるし、どんどん。だからもうそういうことを思われない国に行くのがいいと思うけどね、俺はね。俺はメジャー行っちゃうのがいいと思う。